する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 。あ、今度新しいね、発信払いのやるからね。はい、まずね、この線をまたいで2人で組んで、ね、なるべく相四つで組んでね。相四つって分かる？右組みの人は右組み、左組みの人は左組みの人と。いなかったらいなかったらね、いいから。まずこう組んでて、形からすると、普通の足払いの時だと、ね、こっち釣り手の方で、ね、釣り手は分かる？どこを持ってるって。襟。そうです、ね。それをこう持ってたら、大きすぎる。なんだか。ここかける方の人とね、かける方の人、分かる？横を向く。それで相手が一歩出る。そしたら。もう一個の肘を押してあげて、この相手の足が出たところにこうガクンって送り足払いね、ガクンで戻して戻る。1、2、1、2、1、2、自分がこう半身になる。1、2、1、2。この時にこの手を1ったら2で、この肘を少し相手をこっちにこう押してあげるの。マート見てろ、こっち押してあげる、押してあげるようにして勝つ。で、スコーン、スコーン、スコン。受けの方もちゃんとこうかくんでなるところまでやるんだよ。1、2で、もう一個やるからね。とりあえず今の 1,2 だけをやって、ね、最終的には1、2、3、4